インド占星術ラジオ、インタビュアーのヨコリンです。インド占星術の大家、清水俊介先生にお話を伺ってまいります。で、現代の文脈の中で置き換えて、うん、しかも相手にとってメリットのある形に、うん、ね、置き換えて話さないと、まあ、大変なことになりますよね。うん、そうですね。だからまあ、人のホロスコープを見てあげるなんていう機会に恵まれたとしても、まず先にコミュニケーション能力がない人が学んでしまって、適当なことをやると、とても危険な、まあ、インド占星術そのものが危険にさらされるなっていうのは。そうです。僕もやっててよく気がつくのは、コミュニケーション能力って言われましたけど、やっぱコミュニケーション能力、あるいはいわゆる共感力っていうのがあるじゃないですか。相手のバレた状況に共感する力がない人がやると、はい、劇的なリーディングになることが多くて、うん、でもこれって普段の生活でもあってですね、鑑定以前の問題で、いわゆるそのサイコパスとかナルシストとか、うん、マキャベリストとか言われる心理学的にちょっとやばいって言われてる人たち、うん、こういう人たちと付き合うととんでもない目に遭うみたいな、そういうふうに定義されているらしい、いくつかのタイプがあるんですけども、そういう人たちに共通してるのが共感力のなさなんですよね、うん、で、共感力がないままで、例えば鑑定すると、簡単に相談者を傷つけてしまって、しかもそれに気がつかない。うん、で、これはまあ別に鑑定以前の問題でね、普通のコミュニケーションでも起きるトラブルなんですけども。うん、で、中にはこうネットなんかで嵐が好きな人たちがいて、うん、はい、そういう人たちは共感力がないだけではなく、相手がこう苦しむのを見ると喜ぶ人たちっていうのもまあどうやらいるらしくて。うんうん、そういうのに喜びを感じる人たち、サディストみたいな人たちもいるらしくて、うん、典型的にはそういう人たちっていうのは、まあ、ネットなんかで嵐でゴシップとか誹謗中傷で、うん、をやって喜んでる人たちがいるんですけども、うん、そういう人たちも同じく占星術の鑑定をすると、相手を傷つけて相手が苦しむのを見てにやりとしてしまう人なんだろうなとは思いますね、うん、鑑定してるとそういう被害に遭った人たちとよく来るんで、僕のところにもね、うん、セカンドオピニオンを求めに ね、そんなに私のホロスコープひどいですかみたいな感じで、うん、こういうこと言われましたけどそんなにひどいんですかっていうのが、そういうのがあってですね、いやそんなことないですよっていうふうに言うんですけども、うん、でもなんでこんなこと言うんだろうという、その辺の背景っていうのは、まあ別に占星術以前の問題としてね、まああるみたいで、あの先生も本の中でね、人のホロスコープ見る前に自分の精神状態を、ね、病院で見てもらった方がいいんじゃないかっていうそういう人、特にアメリカで多いらしいんですけどまあそういうの書いてたりするんで、それは占星術以前の問題ですよね。だそれはやっぱり占星術の適性というカテゴリーの中で論じられるべき問題なのかもしれないけど、まあ適、いわゆる共感力がちょっと足りてない場合はあんまりやらない方がいいかなっていう。